さあ上空はすっかり闇に包まれました国立競技場、日本対北朝鮮。このゲームの解説は松木安太郎さん、そして元日本代表大竹なめさんでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さらにピッチ解説はこの方おなじみ川添浩一さんです。川添さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあスタンドは青が圧倒しています。エースのサマ、そしてこちらは上田監督が映りました。女子サッカーに新しい歴史を刻むのか日本代表。いよいよ全てが決まる北朝鮮との一戦、運命のキックオフです。今前半が始まりました。アテネオリンピックアジア地区女子最終予選準決勝、オリンピック出場決定試合、日本対北朝鮮です。今日は大観衆が集まりました。今エースの澤がボールを持って前線に送る。いいボールですよ。いいボールが通った。荒川、さあ右サイドに大谷が待っている。3年連続 L リーグ得点王の大谷、シュートを打てるか。打った、シュート、ファーストシュートは日本。立ち上がりです。そうですね、はい、本当に思い切って積極的にやっていると思います。今この10番の澤、この澤に注目してください。日本代表スターティングイレブンご紹介します。ご覧のようにゴールキーパー山郷、矢野、磯崎、川上、下小鶴、これがディフェンスです。酒井、山本、宮本、さらに10番の澤、この人に注目してください。エースです。2トップは荒川と、そして大谷となっています。リザーブはご覧のようになっています。19番の丸山、非常にスピードがあるプレイヤー、2試合で3ゴールを挙げています。続いて北朝鮮のスターティングイレブンです。北朝鮮も非常に攻撃力のあるプレイヤーを揃えています。特に7番のリ・ウムスク、この人は3試合で7得点をマークしています。日本史上の最大の要注意選手と言っていいでしょう。いや、日本あるですよ。立ち上がりからね、かなり積極的にいってますからね、はい、楽しみですね。そうですね、ボディーコンタクトでも負けていませんし、本当にこのままの勢いでいってほしいですね。川上選手もね、ここね、気持ちいいじゃないですか。ルーレの川上がアタックしていきました。そしてボールが入ってくる。守りたい日本、逆サイドボールが流れていきます。ボールは北朝鮮、ここでマーク確認した方がいいですね。そうですね、ただこういったセットプレーはね、気をつけないとね、はい、14番のオークンラン、9番の荒川が守る。ボールは日本ボールです。松木さん、立ち上がりの日本、はい、この北朝鮮の圧力に対して気をつけなくてはいけないことと言いますか。そうですね、ただね、僕はもっとディフェンス部に行くかなと思いましたらね、はい、積極的に行きましたんでね、僕はもうこの試合にかけてる選手たちの気持ち、監督も含めてですね、すごくこの立ち上がり感じますね。さあ大歓声に包まれています。ゴールキーパーは山郷。日本は1996年アトランタオリンピック、この女子サッカーが初めて正式種目になりました。その時に出場を果たしています。それ以来2大会ぶりの出場を目指す日本です。さあご覧のようにコンディションが出ています。 13.6 度、やや肌寒い風が吹いています。この澤穂まれ10番、この選手をまず刻み込んでください。15歳で日本代表に入りました。そして17歳でアトランタオリンピック出場、さらには2001年にアメリカ女子プロサッカーリーグのアトランタビートに所属、まさに世界の澤と言われています日本の大黒柱。この澤の出来が今日の日本の行方を左右すると言っても過言ではありません。さあ日本ボールが入ってくる。とにかく攻めていきたい日本。左サイド山本が追っていく。7番の山本、今のなんかかなりしつこくてね、いいですよね、はい、立ち上がり。そうですね、ルーズボールをしっかり取っていっていますので、うん、本当にルーズボールを取るか取らないかが鍵になってきますので、本当に今あの集中してますよね。さあこれチャンスですよ ね、 これね。まずこのセットプレー蹴るのは7番の山本恵美。この人は左足でも右足でも蹴ることができま す、 そうです、ね、あとは宮本がね高さありますんでね、はい、ゴール前には8番の宮本、高さがあります。さあふわっと上げて、おーい、こういったところはあの向こうのチームはかなり、ね、はい、テクニックがありますんでね、しっかりとマークね外さないように、はい、この攻守の切り替えを。さあ逆サイド、非常にこの辺りはボールを持つとスピードを持って上がってきます北朝鮮。日本はこの北朝鮮に対してここ10年間で7連敗中、しかしこの立ち上がりは非常に躍動感あふれる動きを見せている日本、はい、日本がボールを持った。さあ前線に9番の荒川、さらに11番のスピードがあります運動量のある大谷が待っている。いいですね、右サイド、河
川上が上げる、お大谷が走る、大谷3年連続 L リーグ得点王、大谷が行きます、大谷が前を向く、大谷打てるか、大谷が前を向きました、非常に本当にいい展開ですよね。いいですね。大竹さん、ここまで見る限りではもうここのところ7連敗中との感じさせませんね。はい、全然感じないですね。むしろ日本が本当に積極的にやっていますので、すごくいい流れですね。まあ、7連敗だったらね、もう一発勝負ですからね、はい、ここにね、全てを出してもらいたいですよね、はい、すごく集中してますね、選手たち。さあ、再び日本がボールを持ちます。6番の酒井、前線に当たり澤、澤がね、澤から酒井です。酒井が右サイド、川上上がってきた、この人はスピードがある、右サイド、この川上の上がりが一つポイント。さあ、ボールを持ってゆっくりと9番の荒川から下げて、酒井を追い込んだ、ヘディング、日本が序盤から躍動しています。いや、いい展開でしたね、今ね、はいはい、まあ、日本の形と言ってもいいんじゃないですかね、今 ね、 そうですね。この大谷選手はですね、背はあまり高くないんですけれども、うん、本当にヘディングが上手い選手なんですよ、はい、そうですね。ここ川上選手がいいボールでね、はい、もう少しでしたね、今ね、これ結構難しいボールでしたけれども、はい、ね、今酒井からですね、はい、大谷身長160センチ、本人はヘディングは得意じゃありませんと言っていたんですが、大竹さん、チーム内の評価でいうと非常にヘディングが上手いそうですね。はい、そうですね。さあ、北朝鮮が逆にボールを持って攻め込んでいく。いいですね、ミヨット。さあ、前を向いていこうというところ、6番の酒井です。先ほどいいクロスボールを上げました。さあ、ちょんと大谷から9番の荒川。荒川が勝負に行く。荒川が勝負に行く。北朝鮮がディフェンス。北朝鮮は7番のリ・クムスクという選手。この選手が要注意です。さあ、サイドに流れて11番のユン・ヨンヒが追っていく。これはゴールラインを割りました。そこのタッチを割りました。先ほどのプレーで荒川選手は積極的に仕掛けていってますので、あれであの形でどんどんやっていけばいいと思うんですね。そうですね。彼女は、はい、すごくスピードがある選手なので負けないと思いますよ。特に向こうのディフェンスがね、相当引き始めますので、ね、はい、これどんどん、ね、プレッシャーかけていくといい時間帯ですよね。チャンスできますよね、はい、今日はお気づきの方もいると思うんですけれども、 AFC アジアサッカー連盟からの指示で両チームのサポーターの間にご覧のように干渉地帯を設けるように指示されています。今見えてるんですね。はい、そうですね。さあ、そして北朝鮮ボールの奪い合い、日本がいい形をこの前半の序盤に作っています。さあ、タッチラインを割りました、日本ボールです。日本は今回このアテネオリンピックアジア地区女子最終予選、ベトナムとタイと同じグループの C に入りました。そして2連勝でこの準決勝に勝ち上がって、北朝鮮とのアテネオリンピックをかけた一戦を迎えました。アジアのアテネオリンピック出場枠はわずかに2つ。この一戦に勝たなくては日本はオリンピック出場ありません。さあ、日本がボールを奪おうというところですが、ボールは北朝鮮、14番の大久村。まあ、今まで日本チームはこの北朝鮮をイメージしてずっとチーム作りしてきましたんでね、はい、本当に立ち上がりいいと思いますよ。さあ、そして8番の即チェンミン。北朝鮮はですね、サイド攻撃が非常に得意としていますので、はい、ここのサイドからのボールにもっとケアいきたいですね。サイドと言いますと、日本でいうと右サイド川上、そして左サイド矢野というサイドバックがいますが、まあ、それ以上にやはりボランチも連携してそのサイドの攻撃を抑えていかなくてはいけないという。そうですね、あると思います。厚みのあるディフェンスといいますかね、かなりねコンパクトにやった方がいいでしょうね、はい、ただできてますよ、かなり。松さん、はい、今日の日本はもう全員守備ですよね。いや、もうね、最初立ち上がりはねちょっと攻めましたけどもね、やっぱり向こうがボール持った時にはかなりねそのしっかりとマークしているという意識がね、まあ、このま今までの練習見ててもそうでしたからね。大竹さん、はい、でもこんだけ北朝鮮が慌ててるっていうのも珍しいですよね。そうですね、本当に日本選手ひるんでいませんか。危ない。さあ、ここまではがっぷり四つ、むしろ日本の方が押している印象もあります。本当に日本選手たち一回もひるんでませんね、はい、どんどん積極的に仕掛けていってますし、ボディーコンタクトも嫌がっていませんし、素晴らしいですね。滝沢さん、はい、A 代表と比べるとサポーターの声なんですけど、倍ぐらいやっぱ気合入ってますね、サポーターの人たちもね。さて、今日はお気づきの方もいると思うんですけれども、 AFC アジアサッカー連盟からの指示で両チームのサポーターの間に干渉地帯を設けるように指示されています。ご覧のようになっています。さあ、立ち上がりから一進一退の攻防、日本のキーマンとなるのはこのエースの澤。10番をつけています。ただ日本チームはこれだけ そのサポーターが集まっていただいてね、これはもう選手たちね、やりがいありますよね、大竹さんね。そうですね、選手た
ちは本当にもうサポーターの後押しがあるから頑張れると言っていましたから、本当に今日はあの満足いくような試合をしてほしいですね。バックさん、はい、メインはもう立ち見ですよこれ、ね、バックスタンドもどんどん増えてますね。やっぱり少しでもね、もう選手たちに力を与えられるようなね、はい、もう嬉しいじゃないですか。はい、本当嬉しいですね、うん、さあスローインが入ってくる。こちらは上田監督です。さあシュートを打ってきました、荒川のシュート。ただこうしてシュートで終わるというのは日本チームにとってはすごくいいことだと思うんですよ。今日の2トップはこの荒川と、そして11番3年連続 L リーグ得点王の大谷です。荒川選手と、はい、約束したんですよ、ね、初戦のベトナム戦であまりシュートを打ってなかったので、絶対今日は早い段階で打てって約束してたんですね。そうやって自分でリズムを作っていけると思いますよ。そしてそのトップ下に10番の澤がいます。右サイド、さあ中身上がっている。これが川上の持ち味。はい、そうですね、本当3人ですよ。ここうまく、ね、スペースに出ていって、こういった頑張りでやっぱりこうチャンスができますので、最初の立ち上がりの相手のボールに対するそのチェックもね、川上選手から始まりましたしね、はい、田崎ペルーレに所属しています川上。さあその川上からのクロスが入ってくる。よし、立ち上がりました。さあ一気に国立競技場を駆けついてきました。澤が行く、澤が行く。日本勢いに乗っていきたい。前半の11分に先制点を挙げました。実はこの現在の代表のメンバーで北朝鮮で試合で得点を挙げたことがなかったんですけれども、初めて荒川が北朝鮮相手に現在のこのメンバーの中で、ね、得点を唯一挙げました。そうですね、今大竹さん横でねちょっとね涙ぐんでますよ。いや、大丈夫です、まだです、はい、松木さんにまだ早いと褒められていましたが、その通りかもしれません、はい、さあ日本コールの大合唱の中、ああいいボールだ。日本も攻撃が続いていく。さあここ拾いたいですね。いいですよ。さあ拾っていく日本です。ここのこぼれ球ですね、こぼれ球を。さあヘディングでいく、うん、日本は今ボールネットになりました。ゴールラインを割っています。こういった形でシュートもしくは最後は大谷アウトオブプレーといいますかね、外に出た状態で自分たちのポジションを取れる方が日本はいいですね。さあここからですね、1点は気にしないでね、はい、ここからまだ、はい、さもう立ち上がりと同じような気持ちで戦うことが大事でしょうね。逆に1点を取られた後の北朝鮮の動きも非常に松木さん気になりますよね。そうですね、やはり攻撃的な選手が多いですから、はい、ここをもう一度ね最初の5分10分ここを気をつけなきゃいけませんね日本チームは、はい、北朝鮮は今回この予選初めての失点を許しました。日本が北朝鮮相手に1点を落とし込む、クリアしました日本。1点を取った後気持ちを引き締めていきたい日本です。日本が前半の11分荒川のシュートで1点を先制しました。1点取ったことは、ね、忘れなくてもいないですね。そうですね、まあ、立ち上がりね、はい、せっかくいい立ち上がりでしたから、はい、ここを、ね、もう一度5分10分大事に戦ってほしいですね。さあ北朝鮮がボールを持とうというところ、日本がボールを持つ。ボールは今澤が触ったところでゴールネットになりました。ただあれですよね、今日の主審は、はい、失礼しました、オーストラリアのクリスティーナ・ソコライさんです。まあ、女子サッカーの場合は主審副審ともに女性が務めることになっています。はい、松木さん、はい、今までね日本チームはねこうしてね守備的にしっかり守って、で後半勝負というかね、そういったそのトレーニングをしてきましたから、その形がもうまさにね、はい、いい形でハマりましたよね、はい、しっかりと守って、はい、そして少ないチャンスをと、はい、少ないまさに少ないチャンスをね立ち上がりに取ったということで、すごくいいペースで
戦えると思いますよ。さあ今中盤でボールの奪い合い、さあ前を向く、しっかりキープして、荒川この後ですね、はい、こういったところを気をつけなきゃいけません。そうですね、はい、しっかりとこの後サイドからの攻撃を潰したい日本。7番の山本から一旦下げます。矢野を経由して山本落ち着いてますよね。さあもう一回前線に、おっとこのヘディングちょっと合いませんでした。しかし上田英二監督、日本代表を率います。その立ち上がり、思い切って日本は相手に圧力を加えていきました。それが功を奏して前半の11分、荒川の先制ゴールにつながりました。あとは高さですね、高さがありますから北朝鮮は、ですからセットプレー、はい、コーナーキックですとかフリーキック十分注意しなきゃいけませんね。なるべくできることならばファール、あとコーナーもなるべくなら避けたいですよね。さあ10番のチンピョルヒ、さあ寄せてチンピョルヒ、この人要注意。さあミドルシュートが来るか、山郷が見送りました。でも今酒井がちゃんと研修に来ましたからちょっと遅れ気味ですけれども、はい、でもああいったところで視界に入ることが大事ですから。そうですね、嫌でしょフォワードはね。はい、そして今手元にデータが来ました。ここまで前半の今15分を経過して、大竹さん、はい、日本がシュート4本、そして北朝鮮が2本という状況、はい、立ち上がりからこれ上田監督の胸の内、思い切ってもプレッシャーをかけていこうという気持ちが前に出てますね。そうですね、そして選手が何よりも分かってグラウンドで表現してますよね。はい、ただ北朝鮮のシュートは遠めですからね、日本はもう中まで入り込んでますからね、それだけ押し込んでるってことですよね。はい、コンセプトしたら前半はとにかく守備的なメンバーで来てるんですね、はい、で後半勝負に行こうといったところだったんですけれども、本当に非常に前半からもう積極的にみんながプレスにかけていますし、はい、攻撃にもつなげていますので非常にいい戦いですね。ここはプレーが止まります。日本ボールですね。倒されたのは6番の酒井です。この人は2002年2003年2年連続 L リーグの MVP に輝いた選手、守備の職人と言っていいでしょう。いや、本当にうまいですよね。はい、酒井選手はオールラウンドのプレイヤーで、リベロもイエローカードが出ました。この彼女は、酒井選手は、はい、自分の声で周りの選手を動かせる選手ですので非常に貴重な選手です。先ほど字幕で影の司令塔というふうに出ていましたが、まあ、表の司令塔が10番の澤ならば、影の司令塔はこの6番の酒井ということになります。今北朝鮮の10番のチン・ピョルヒにイエローカードが出ました。さあ日本1点を取って活気づいてなんとか守り抜きたい。さあ逆に北朝鮮がボールを持つ。サイドの攻撃、はい、これも重たい。じっくり2人がかりで守りに行く日本、ボールがクロスが入ってくる。クロスした後のこのボールですよね。ここをしっかりしっかりとこの辺りはケアしたい日本です。ミスサイド終わりました、はい、やはり今のもね、サー選手がね、プレッシャーかけたことによって相手のミスを誘いましたね。そうです、誰かが競った後のこのルーズボールをしっかりケアしていきたいですね。今日はとにかく上田監督は、まあ、クロスボールを上げさせないようにしたいということを言っていました。まあ、そのために日本は3ボランチを敷いています。その中央に君臨しているのが8番の宮本、まあ、この人は唯一チームで結婚している選手なんですが、その宮本と相手の、まあ、エースと言っていいでしょう、7番、3試合で7ゴールを挙げているリ・クムスク、この2人の対決というのが非常に注目です。さあ激しくなってきました。大谷選手がファウル取られましたけども、はい、あそこで前線でちゃんとしっかりキープしてくれる、これが非常にチームにとって流れを作ってくれますね。当然やはりサイドからの上がりというのにもつながってきます。そうですね、そうですね、周りの選手がボールによる時間があるんですよね、はい、前線でキープをしてもらう、はい、そういったところですよね。はい、いいですね。さあ前線に長いボールが入ってくる。さあ前を向こうという大谷、ね、しっかりとキープですね。ここは大谷は去年のワールドカップ初戦のアルゼンチン戦、8分間でハットトリックを達成して一気に世界の注目を浴びました。その160センチの大谷、ツートップの一角、今日は9番の荒川が得点を挙げています。大歓声が沸き起こっています、国立競技場。さあサイドから先制点を挙げた荒川が入っていく。3人がかりで北朝鮮がボールを奪いに来ます。日本ゴールですね。また日本がコーナーキックを得ました。荒川選手の持ち味出てますね。彼女は荒川選手は非常にボディーコンタクトも強いですし、足元もうまいですね。すごく今日は積極的にできてますね。そうですね、
ここ、まあ、近くにキッカーの近くに1人立ってますけども、これはやはり北朝鮮の高さということをねイメージしながらずっとトレーニングしてましたね。ニアサイドに大谷、そしてファーサイドに荒川、宮本も上がってきた。さあ遠いところを狙ってくる、ヘディングで落とす、これはゴールラインを割っています。最後8番の宮本、この宮本は初戦のベトナム戦で2ゴールを挙げました。唯一結婚している選手です。今日のメンバーの日本選手の中で唯一家庭を持っています。実は今日ご主人もこのスタジアムに来ているということで頑張りますという話もしていました。いや頑張ってほしいね。はい、さあ澤田澤が行く、日本の中心は10番の澤です。いやどうしても澤選手はね、僕中学生から知ってるから、はい、すごくね思い出が、はい。さあ逆にこのサイドからの攻撃、先ほどから大竹さんが指摘しています、日本を抑えたい北朝鮮のサイドからの攻撃、クロスを上げてくる、ふわっと嫌なボールが来ましたが山郷が抑えます。落ち着いてますね山郷選手。ゴールキーパーの山郷はアトランタオリンピックの後、ここ8年間日本の守護神として君臨してきました。まあ、シドニーオリンピックでは予選で敗れて非常に悔しい思いをしました。その悔しさを晴らしたいという思いがこのチーム全体にも今日の一戦当然あるでしょう。今前半の20分を経過しました。山郷選手なんですけれども、今ですね現在レイナス、浦和レイナスというところで所属しているんですけれども、練習は男子、高校の男子と一緒に練習しているんですね。はい、皆さんご存知だと思うんですけれども、今年の全国高校サッカー東京都代表で帝京を破って出場した成立高校というところがあるんですけれども、はい、そこで一緒に男子と一緒に練習しています。非常にこの精神的にもチームの中で支柱になっているゴールキーパーの山郷です。まあ、そこの高校あれですよね、宮内さんがね、元女子の監督が関わっているということで、はい、その関係でしょう。入ってくる、世界との差を埋めるべくやはり高校男子と一緒にプレーしているんですね。キャプテンの3番です、磯崎。でも多分その中で一番上手いんですよねその向こうに山郷が見えます。大きな声で指示を送る。さあ北朝鮮がボールを持っている。今前半の21分を経過しました。日本が1対0とリード、はい、いいディフェンスですよ。そうですね、プラスしますからね。この後ですね、こぼれたところ、さあこぼれている、いいですね、ポジションです。さあ前線で待っている。おっと、これは危険なプレーですが、ホイッスルはない。激しいですね、大丈夫でしょうかね。北朝鮮がボールをキープした。ふわっと上げてきますが、これは怖い攻撃にはなりません。あっと、ちょっと危ないぞ。これはサイドに送っていく、川上がセーフティークリア。ただその逆を返せばすごく落ち着いてプレーしてますね、日本の選手たち、はい、 で、 ね、でもまだやっぱりゴール前でははっきりしたプレーが必要ですね、うん、ノーリスクということでしょうね。そして大谷がボールを持つ、サイドが荒川へのボールはつながりません。さあ日本がしっかりとここまで集中して守っている。6番の坂井、坂井守備の職人が守ります。3ボランチ、日本は北朝鮮の分厚い高さに対するクロスボールのケア、まあ、そういったことも含めてボランチを3人置いています。中央に宮本、左に山本、右に酒井、この3人が北朝鮮の攻撃をしっかりとここまでは守っています。今宮本選手ファール取られましたけどね、はい、あそこであれだけ相手に近いポジションにいるというのがあのポジションではすごく大事ですからね、はい、よかったと思います。そうですね、先ほどから遅らせることもしっかりできてますよね、はい。さあ2番の矢野がついている、矢野がぴったりとついている、ここもついています。さあ守りたい日本、さあ足、そうですね、いいですよ、はい、さあクリアがちょっと中途半端になった、クリアします。ちょっとボールが落ち着きません、日本です。サイドアタックに行きます。7番の山本がクロスボール入ってくる、さあ北朝鮮がシュートを打ってくる、これもポストの右です。ただ北朝鮮も焦ってますね、松木さん、でも迫力ありますね、7番19番、いいゲームですよね、まあ、いいゲームですよね。日本が1点を取った後、北朝鮮もしっかりとぐーっと前に上がる攻撃を続けてきました。最後シュートを打ったのは19番のリ・ヒャンオクです。ただこの北朝鮮のやり方は日本の選手たちよく分かってますからね、上田監督がずっとこういった練習をしてきましたから、これはもう選手たち十分ね、その分かりながらやってる、僕はゲーム展開だと思いました、はい、そうですね、本当に24日今日のためにやってきましたからね。日本を率いるのはご覧の上田英二監督、99年にベルマーレ平塚の監督も歴任しました、まあ、その後日本サッカー協会から派遣される形でマカオ代表監督も経験しました。まさに世界を知る男、ね、日本男子代表で言いますと山本昌邦監督、
上田さんは僕は現役時代によくね、はい、マークをしまして一緒にぶつかりましたけど、すっごく素晴らしい選手でね、もう最後まで諦めないという姿勢を見せる選手でしたから、本当に選手たちも女子の選手たちにそういう気持ちがね伝わってますよね。そうですね、上田監督はメリハリのある監督ですよね。さあその上田監督も今日北朝鮮は強いが秘策はあるということを試合前話していました。まあ、その言葉の内容が非常に実を結んだんでしょうか。前半の11分に荒川が先制のゴールをこの北朝鮮から奪いました。北朝鮮は現在アジア最強と言われています。2001年2003年のアジア女子選手権を制しています。さあゴール前、危ないと山郷が出ます。大竹さん、はい、ここのボールですよね。これを簡単に上げさせちゃダメですよね。そうですね、ここでしっかりプレッシャーいきたいですね。さあサイドからのクロスボール、北朝鮮はとにかく高さがあります。その高さに対抗するために日本がしっかりとそのサイドからのボールというものをケアすることができるかどうか。ただ立ち上がりかなり飛ばしてまして、はい、25分経ってきましたので、そうですね、ここのところですね、もう一度苦しいですけども、はい、ここもう一度ね立ち上がりと同じような気持ちで。松木さん、はい、それとですね、風がちょっと弱まってきてるんですよ。あ、そうですか、はい、大竹さん、はい、そのあたり女子サッカーにおける風というのは影響はどうなんですか。ありますね、男子と違ってやはり筋力が不足していますので、高いボールだと風に押し戻されてしまうこともあるんですね、はい、だからやはり風が強い時はグラウンダーのボールが有効的と言われていますけれども、北朝鮮は、ね、そういう風の影響はあまりないと思うんですね。ただ日本にとってはその風が影響すると思われがちだったんですけれども、はい、今だからちょっといい方向の流れに来てますよね。ちなみにね、今日本が風かけなんですよ。あ、そうですか、はい、さあこぼれたボールです。今日本が風かみという情報が川添浩一さんから入りました。いいですね、今のも澤が追っかけたことでね、はい、本当に相手がミスをしてくれるという、やはり前線からのいいプレッシャーがね日本効いてますよね。さあ日本トップ下に君臨しています。澤穂希が今ボールを追っていきました。澤は言っていました、あのシドニーオリンピックの予選で敗れた悔しさを今日何としても自分も得点を取って話すということを話しています。クロスボールが入ってくる、このクロスボールここですね、ここだ、松木さんも思わず手を叩きました。最後は山本恵美のクリア。先ほどあの川添さんもおっしゃったようにね、あの長いボールを単純に出させるのもこれ気をつけなきゃいけませんね。今一人行ってるんですけども、ちょっと遅れてますから、はい、ゴール前にバウンドするだけでこれだけチャンスを作られてしまうということで、まあ、できればこのシーンを少なくしてほしい、はい、そうですね。またクロスボールが入ってくる、嫌だクロスボール、さあこぼれ球、宮本が行く、宮本が行く、ミドルシュートが来る。さあ現在1対0、過去10年7連敗中のアジア王者北朝鮮に対して日本が先制しています。しかしここは今この宮本を中心に日本が必死に守り抜いています。今、ね、一番苦しい時間帯だと思いますけどもね、はい、ここね、はい、北朝鮮がちょっと自分たちのペースを取り戻してきていますので、はい、やはりもう一度簡単に上げさせないところ、しっかりプレッシャーにいきたいですね、はい。まあ、そのあたりやはり1対1というのは厳しい部分もあると思いますし、連携してのプレッシャーという部分ですね。そうですね、日本の場合はやっぱり組織、そしてコンパクトにサッカーをやるということがテーマになってきますので、もう少し一人一人の距離を短く保っていけたらいいと思います、はい、1人がボールに反応したら次がというね、すぐに反応できるよ、はい、さあ、はい、でもセカンドボールよく拾ってますよね、はい、これが大きいですよね日本はね。荒川が追っていく、こぼれ球、セカンドボールに澤選手がよく反応してますね。澤がよく動いています。いや運動量ね相当使ってますからね。この10番の澤、今ボールを追っていきました。これが澤です。澤小金がボールをキープ、キープ力があります、この澤。いいですよね、はい、澤が落ち着いている。本当に今1点を取って優位に立っているのは日本です。ああいったところでボールを失わないことがすごく重要ですから、アジアのオリンピック出場枠はわずかに2つ。この準決勝に勝てば日本アテネオリンピック出場が決定します。現在1対0とリード。さあ向こうサイド、矢野が守る、矢野が守る、いいです。神奈川大学の2年生、大きくクリアしました。最後は下小鶴、こぼれて、さあ宮本、宮本が粘って、さあゴール前、日本人数をかけない、守っていきたい、守りたい日本、クリアする、これはっきり、さあ大きくクリア、もうこの辺はね、はい、もうはっきりと今大竹さんおっしゃったようにね、
ドーンと蹴るだけでもいいですから、はい、この流れをね断ち切りたいですね。今北朝鮮にややリズムが効かかっている分、まあ、日本はっきりとしたクリアで、そうですね、はい、長いボールを何本か上げてきた北朝鮮が徐々にそのペースを作ってきてますから、はい、本当に苦しいですけどね、なんとかね踏ん張ってもらいたいですね。そうですね、はい、そして自分たちのミスをやはりできるだけ最小限にしなくてはいけませんね。さあ今間もなく前半の30分です。前半残り15分、日本にとっても立ち上がり飛ばしました。非常に苦しい時間帯ということになるでしょう。さあ日本が残り15分、北朝鮮にリズムが来ている中でどう守ってどう攻めていくか、いいですね、はい、9番のさあ中川から大谷へのボール、日本ボールが日本ボール、山本、いいですね、山本クロスボールが入ってくる。さあゴール前、大谷が攻めていった。いや今ね、いや合いませんでしたけどもね、いい本当に展開ですよ。この後バウンド、そうですね、このサイドからの攻撃、クロスボール、しっかりですよ。さあ10番のチンピョルヒ、10番のピン、チンピョルヒから逆サイド追っていく2番の矢野、今のもう一人行かないとダメですよ ね、 今ね見てたね。ただあの展開がね早かった分ね、今川上さん一人でねなんとかね時間をかけたかったんでしょうけどもね、でもいいディフェンスでしたよ。でもできればサンドしたいですよね、川上選手ともう一人で2対1の状況を作りたいですね。とにかく相手の北朝鮮はアジア最強と言われています。2001年2003年のアジア女子選手権、そして2002年のアジア大会、2003年去年のユニバーシアード、まさに2001年から2003年までのアジアのタイトルを総なめにしてきました。その北朝鮮相手に日本がこのオリンピックの出場権のかかった試合で1対0とリードして残りあと前半14分です。このボールは単純に上げさせないということはね、そうですね、もっと近く、もっと近くですね、もっと近くでいいですね、はい、寄っていく山本、山本寄っていく、粘れ、体を寄せる、うん、山本粘るディフェンス、これはコーナーキックになります。そうですね、はい、ただこのコーナーキックは気をつけたいですね、はい、今一番ねきついですからね、はい、このマーク集中でしょうね、大谷さんね、さあ集中したい日本、非常に高さがあります北朝鮮、7番の、はい、いい体勢で打たせてはいけませんね。今7番の選手、この人は170cm 長身、あとはこぼれ球だ。さあこの後ですよ、気をつけたい日本、よしここは守りました、いいですね、しっかり競ってますね、いいですね、体を、はい、本当に相手にはボールが当たってるんですけども、ちゃんと体を寄せてるから、はい、そうですね、簡単にはね、そうですね、できないという、はい、いいディフェンスです、はい、10番の澤、そして小泉さん、この7番の選手7得点中6点がヘディングっていうのはすごいですね、はい、手元にそのデータが今来ました。ということはもうとにかくヘディングには要注意ですね。でもまあいい体勢でヘディングをさせなければ、させてもいいわけですから、得点させなければいいわけですからね。それとやっぱりクロスが正確だっていうこともあるんでしょうね。そうですね、キックがいいですよね。そのあたり北朝鮮の場合は、さあ逆に日本がカウンター、11番の大谷、運動量がある、この人の運動量は非常に日本の武器です。はい、本当に前線から本当に守備から攻撃まで本当に幅広く動いてくれますよね、はい、合宿中もね相当動いてるんですけどね、でも女子チームの選手たちはねみんなね本当に体力が持つんでね、これはもうね今日のゲーム最初からやってましても彼女たちにはいけるっていうね自信もあるんでしょうね、トレーニングしてきた、そうですね、精神力が素晴らしいですから。5番の川上、ここはボールを奪われた、北朝鮮ボールです。上田さん、はい、ちょっと北朝鮮ベンチがエキサイトしてますね。あ、そうですか、レフェリーにちゃんと見てるのかっていうようなシーンしてますね。さあご覧のこちらは日本サポーター、いいですね、山本いいと、山本から澤が行く、エースと澤、わあ、決めシュート、結果的には正面ですが澤がシュートで終わりました。いや、宮本がカット、そして落ち着いて澤にパス、はい、それをシュートというね一つの本当にいい形ですからね。さあ逆に今のシーンが出ています、北朝鮮がボールをキープ、さあサイドからのボールは要注意、ゴール前、これもポストの左、北朝鮮はペナルティーエリアの外からシュートを打っているので、はい、まだここはねいいですよね、まだあのエリアから打たせている分にはそんなに怖い攻撃にはならない、ま、そうですね、はい、打たせないことにしたことはないんですけれども、ただまあちゃんとそのシュートする選手の近くにも選手がいるので、ね、大谷さんおっ
しゃったように、あの相手の視界に入ってくるから、そういうディフェンスをしていれば、やはりそんなに楽には打てないという、ね、こういうゲームですから、これこういうシーンが、ね、たくさん出てくるんですよ。しっかりコースを切ってますから、ディフェンスの人が。ご覧のように今日は北朝鮮のサポーターも多く見えています。さあ、北朝鮮はフォワード10番のチン・ピョルヒ、そして11番のユン・ヨンヒ、そのトップ下に7番の今回の予選で3試合で7ゴールのリ・クムスク、この人がとにかく要注意です。北朝鮮の7番、日本にとっては抑えなくてはいけません。そうですね、まあ、体力面でも相当北朝鮮の選手たちは鍛えられてますから、その本当に90分を考えた、その最後まで考えたゲームといいますかね、はい、今リ・クムスクが映りました。この人はマークしているのは8番の宮本、まあ、この1対1の付き合いが今日は1日続くでしょう。まあ、このリ選手が宮本選手のポジションからだんだん遠ざかっていくようなシーンが、はい、ゲームの中で出てくると宮本さんペースと言っていいと思いますからね、はい、宮本選手はですね、あのキックの精度が非常に高いので、ロングシュートも彼女の持ち味になっているんですね、はい、チャンスがあればどんどんロングシュート狙っていってほしいですね。今日はそれと上田監督のその采配といいますかね、どこでどの攻撃的な選手を出すかとか、ディフェンシブな選手を出すかというのも、この1点先に先制した日本にとってはですね、すごくベンチワークもその難しいポイントになってきますよね、はい、今日は。さあ、松木さん、はい、川添さん、最初から本当攻撃的に来ましたよね。本当積極的ですよね、いいと思います。僕本当に風上にとってびっくりしたんですよ、前半から飛ばしていくのかなと思ってね、でもそれがうまくはまってますね今ね。ある意味上田監督のその賭けといいますか、前半10分一気に行こうというその思いが得点につながりました。1対0と日本がこのアジア最強の北朝鮮に対してリードを奪っています。アテネオリンピックアジア地区女子最終予選、オリンピックが参加しない。さあ、これ危ないぞ日本。ファールはなしですよ。このままさあ日本守りたい。沢が守りに行く。こぼれ球、荒川が行く。前を向く。いいですね、スピードがあります荒川。荒川がボールを握ってそれを使っていく。そしてこの位置に酒井です。酒井から右サイド上がっていく。川上には繋がらない。足元でも良かった気がしますね。自分たちのボールにしてても良かった。時間がかかりました。もう一回酒井が行って倒れた。顔ぶつけましたよ。するはなりません。さあ、こぼれて大谷から。よし、沢が前を向く。沢が行く。そして荒川。日本がしかしいい形で素早くボールを繋いで、まあ、やはり上田監督の言っている守って、そして奪ったら素早くゴールに向かうという姿勢がここまで出ています。そうですね、また日本のリズムになってきましたからね、ここのリズム大事にしたいですね日本チーム。まあいいですよ、まさに日本のリズム。日本ボールです。さあ、アテネオリンピックアジアの出場枠はわずかに2つ。いよいよこのアテネオリンピックアジア地区女子最終予選準決勝を迎えました。日本と北朝鮮、日本が北朝鮮相手にアジア最強のこのチームを相手に1対0とリード。この試合勝った方がアテネオリンピック出場ということになります。前半まもなく37分から8分。さあ、日本がリードして折り返すことができるか。大変なことになってきました。いいゲームですよ、はい、この時間帯は、ね、もう一回、うん、本当にしっかり集中して、そうですね、マークの確認をしっかりしていった方がいいですね。さあ、残り8分です。8分から間もなく7分になろうかというところ。日本にとっては集中力を高めたい。さあ、こぼれ球、いいパスですよ、はい、落ち着いてますよ。山本が行きます。アテネオリンピックのかかる大一番、国立競技場、日本のオリンピック出場を願うサポーターの大歓声がこだましています。スタンドは青が圧倒している。さあ、その中で日本が最強の北朝鮮相手に1対0とリードを奪っています。さあ、ゴール前、北朝鮮がボールをキープして、ここは日本が守りたい。クロスボールが上がってくる。高さ気をつけたい日本、守りたい。クリアしろ日本、クリアした。今ね、川上選手ね、はい、あの体小さいんですけどね、相手の体にうまくこうぶつけていいディフェンスしましたね。はい、川上選手の持ち味ですね、相手の体にまとわりつくような、そういった体の入れ方をできる選手ですので、かなりあの川上と言いますと、もっと危ない。右サイドからクロスが入ってくる。フリーで合わせていきますね。そうですね、今のような攻撃は、川添さん、今のような攻撃は要注意ですよね。そうですね、滝沢さん、北朝鮮の動きありますね。あ、そうですか、はい、
15番の選手出てきますね。早くも北朝鮮が動いてきます。驚きました。前半の40分です。15番の選手が入ります。8番の中盤の選手ですね。8番の中盤の選手ですね。8番ですか。はい、アウト。15番の選手が入ります。さあ、リ・ウンギョンですね。そうですね、15番のリ・ウンギョンが入ります。今ピッチサイドに出てきました。さあ、北朝鮮、リ・ウンギョンは攻撃的なプレーヤー。第3戦のシンガポール戦で途中からの出場で2ゴールを挙げている選手。さあ、日本がボールを持って上がっていく。さあ、チャンスだ。さあ、さあ、さあ、シュートを打てるか。さあ、の足元。いや、でも今うまく入ってきましたけどね、はい、この後ですよ。この後気をつけなきゃいけない。荒川から澤へのホットラインでした。いや、落ち着いてますか。しかし日本がサイドからいい形で攻撃を展開しています。はい、今日本当に荒川選手は自分の持ち味を最大限に発揮できていますね。はい、さあ、今川上も落ち着いてましたね。いや、落ち着いてますね、はい、ああいったのその自分がボールに触るか、それともこのボールの勢いで外に出して自分たちのボールにするか、そのね、後者を選びましたね。落ち着いてるプレーですよね。大竹さん、はい、これ女子の残り時間5分というのはすっごい苦しいんじゃないの。苦しいですよ、ね、今日も頑張ってもらいたいですね。はい、ここが本当 ここで集中力がやっぱりものを言いますから。荒川のゴール今ご覧いただいています。さあ、この貴重な1点を日本が守ることができるか。残り時間あと5分を切りました。そしてこちらも負けるわけにはいかない北朝鮮が、なんとこの前半の40分という段階で動いてきました。ただあのこういったメンバーを変えた時っていうのはチーム少し動きますからね、はい、逆に悪い方に動く場合ありますから、そこをついてね、日本はねどんどんプレッシャーかけて、はい、あの行くのもこの前半の残り時間で1点返すのも、ね、1点取るっていうのもね、一つのねパターンですよ。さあ、相手が、まあ、新しいメンバーが入ってリズムに乗る前に日本が、ね、はい、ここをしっかりと、はい、さあサイド、このサイド要注意。矢野が追っていく。去年のユニバーシアードの銀メダリスト矢野選手はですね、ちょっとあのこの試合の前に悩んでいたんですね。1対1の間合いの自分で開けすぎだってこう周りの選手から指摘されるって言ってたんですね。ただ今日は本当にスピードにもしっかりついていけてますし、すごくいい間合いでできていると思いますよ。今のところ北朝鮮の右サイドに決定的な仕事をさせていません。さあ、10番の音、ハンドの前にハンドが取られました。日本ボールです。審判がしっかり取ってくれるから本当にいいですね。はい、まあ、この辺がホームの強みもありますしね。こちらが北朝鮮のウォン・キョンハク監督です。まあ、ホームアウェーでそのジャッジは変わらないんでしょうけど、なんとなくね、日本雰囲気がね、はい、これだけのサポーターがいて、日本コールが起きています。日本コールが起きる中、前半の42分経過、残り3分、日本がリードしている。アテネオリンピックの切符の行方は、日本が現在最強の北朝鮮相手にリードしています。ここ頑張れ。苦しいけどもやっぱり持っていった方がいいですね。そうですね、そうですね、さあ持っていく、いいディフェンスだ。プレッシャーをかけにいく、この辺りは日本の狙い通り。さあ、プレッシャーをかけたい日本。酒井が行きます。6番の酒井、北朝鮮がボールを出して、そうですね、しっかりとマークに行きたい日本。さあ、日本足を出したい、守った酒井から川上のクリア。いいディフェンスを見せました日本。さあ、一つ一つのプレーに大きな歓声。とにかくこの試合勝った方がアテネオリンピック出場決定です。本当に今日本の選手はボールに執着できていますから、はい、本当にこのボールに対しての執着心がみんな素晴らしいですね。そうですね、それによって向こうの選手が本当に慌ててね、ボールを本当に楽にプレーできるシーンっていうのは少ないですから、はい、それだけきついと思いますからね。これ残り時間本当に集中かかないように、それがもう一番日本チームにとっては大事ですね。あと2分です。前半は残りあと2分、日本がリードしている。ボールを持っているのは北朝鮮、右サイドからボールを上げようとしますが、日本がそれを許しません。はっきりしたいとね、はい、山本クリア。これも北朝鮮がボールを取った。さあ、このクロス、この後だ、この後守りたい、山本がキープした。守った日本。こういうゲームは大竹さん、はい、そう簡単にはね、楽に勝たせてもらえるようなゲームなんかないですよ。もちろんそうですよ。こういうね、そのオリンピックをかけたゲームですからね、はい、ですからもう最後までね、集中を切らさずに、はい、北朝鮮も初めてオリンピック出場をやっぱり決めたいと思っているわけじゃないですか、はい、本当に日本と同じ条件なので、やっぱり北朝鮮の選手も非常に気持ちが入っていると思うんですね。もうこうなると気持ちの強い方がオリンピックに行くということになります、はいはい、さあ、日本はこの北朝鮮に
1991年以来勝利がありません。その北朝鮮相手に1対0とリードして今前半の44分を経過、残りあと1分です。サイド、さあ8番の宮本、クロス、山郷が抑えます。いやもう9敗とかね、9連敗とかね、はい、それは逆に僕なんか、まあ、いいように考えれば監督にとってはすごくね、そのなんでしょう、作戦を立てやすいというかね、思い切っていけますからね、それがいい形で僕このゲーム前半出てると思いますよ。もうデータなんか関係ないですよ。もう改めて残り1分切りましたが、選手たちのこの前半の表情どうですか。本当に集中してますよね。戦っているという姿勢を本当にグラウンドで表現できていると思います。まもなく福田さん、はい、ロスタイム1分ですね。ロスタイム1分、はい、ということは今45分まもなく回りますので残りあと1分となります。チャンスですね。ゴール前、さあゴール前シュートもできない。さあ大谷が行く、これは2点目を奪いました。いやもうこれ一瞬オウンゴールのようにも見えましたが、そうですね、ちょっとオウンゴールになるんでしょうね、これ、はい、ここで荒川選手の本当に、ね、このね、このフェイントはね、荒川選手ゴールを生みましたよね。はい、そして大谷選手もしっかりつけていますから、荒川のこの強いボールに相手のディフェンダーが翻弄されました。いや最高だ。さあ2対0、2点目取りましたね。なんと2対0、はい、この時間帯は本当に素晴らしいです。前半のロスタイム、北朝鮮相手に日本が2対0とリード、勝った方がオリンピック出場、日本が2対0とアジア最強の北朝鮮相手にリードして前半ロスタイムもうすでに経過しています。さあ日本今前半を終了しました。素晴らしい。日本が2対0とアジア最強の北朝鮮をリードして前半を折り返しました。その得点シーンです。まずこの荒川の1点目、前半の11分、思い切って上田監督が駆けに出ました。前半からもとにかく攻めて攻めていきました。そうですね、相手のミスをこう本当に出したという、ここもそうですよ。そしてここも荒川が絡んでいった。荒川が今日はラッキーガールとなっています。自分たちが行かなくたって相手に当てていいじゃないか。相手のオンゴールを誘いました。さあ日本アテネオリンピックがググッとググッと近づいてきました。北朝鮮最強のアジア王者相手に、ああ今控えの選手たちもこの表情。そうですね、ただまだ、ね、上田監督もこの表情。まだまだありますからね、はい、ここでね気を後半45分も気を引き締めていきましょう。さあ日本最高の形、北朝鮮最強のアジア王者相手に2対0と前半を折り返しました。ご覧のスポンサーがお送りします。素晴らしいです。たまりません。日本対北朝鮮前半終わりまして2対0日本リード。素晴らしいということで、おーこら素晴らしい。早速前半を振り返りましょう。日本対北朝鮮、この試合に勝った方がオリンピック出場決定です。前半11分、川上が作ったチャンスに荒川が拾いゴール。これですね、気持ち入ってましたね。とにかくもう振ったって感じです。そうですね、嬉しい1点目。そしてさらに前半46分、荒川の折り返しが北朝鮮の足に当たってオウンゴールです。これ前半2点リード、素晴らしいですね。はい、いやもう期待以上ですね。ただね、これは攻撃のサッカーじゃないですね、はい、ものすごいいい守りしてるんですよ。日本は組織的によく守って、北朝鮮の焦りをミスを2つ誘ってるんですね。これホームの効果が 120% 出てるんですか。サポーターとして日本がイケイケでね、北朝鮮がやっぱりミスしてるっていうね、はい、荒川が頑張ってるけど、僕はチーム全体が必死で守ってるからこういうチャンスになったと思います。後半も目が離せないね。そうですね、はい、そしてこちらからも目が離せないんです。男子オリンピック代表です。